はようございます。ちょっと朝ごはん軽く軽食とね、ちょっとメイクしなきゃいけないんだよね。実は緑の意識ってさ、いや服屋さん行って緑を選ぶようになっちゃったの。なんか今までもそうだったんだけど、あもう似合わないって固定概念を捨て始めた。似合わないとかじゃない、着たいってなって、メイクをしない。すでに可愛い、ありがとうありがとう。メイクします。あでも先に食べようかな。うん食べたい、お腹すいた。うんペンライトありがとうございます。え可愛いよねこれ、可愛いの。ちょっと前髪さ止めていい？みんな昨日の夜のメール見た？ほぼさ、ほぼさ見えないっていうくまちゃんとか。遊びに来て、おはようございます。先に食べます、先に食べる。これティッシュ必要なやつか。ごめんなさい今日おにぎりじゃないの。でもリリもすごくおにぎりが食べたいから、あのおしゃべり会の前におにぎりを食べようと考えているところです。なるもありがとうございます。仕事行ってきます、行ってらっしゃい。ちょい見せどころかほぼ見えんかった。いやそれな、だから今日の夜の配信でカチューシャだけつけるのもありだなって思ってるけど、けどけどけど、おはようおはようおはようございます。ちょっとこれやばいやばいやばい、食レポお願いいたします。食レポっすか。あ何これ何ピン、これ見せていいの？ピンキャラクターなんだよね実は。忍たま乱太郎、リリの大好きな忍たま乱太郎。と服が汚れるのが怖い。忍たま乱太郎の6年生のキャラ。あそうそう6年生。ちなみに私はあの人が好き。4年生のあの子、4年生の名前なんだっけな、綾部さんだっけ、喜八郎くんだ、綾部喜八郎くん確かが好きです。あそうなんだ、そういうこと。これなんて読むの、植蜜。やばい漢字読めないのバレる。でもさ、いや知ってるんだよ、忍たま乱太郎漢字の読みむずいって知ってるんだよ。喜八郎くんが好きで、とってもドボン、けまとめサブロー、あのヘアカット得意な子もいるよね。おはようおはようございます。えまだまだ地上にいる？ちなみにもう海？地上？食べる、混ぜるんだってこれ。おはようおはよう、あのこれ某ショップの某ショップのヘムヘム、あーお残しあげる、あーそうだね。いや忍たま乱太郎いいよな、大好き。あのあれです、あとおじゃる丸も好きです。あのこれヨーグルトにグラノーラ入れるやつです、これ大好きなんですよね。バナナがおすすめ。おにぎり買って買ってきて、貯金さんちらっ、うんうんうん、まだ地上？うん向かってるのね。
族みんなで行くんだもんね。いいねいいね。うん、無音なんかい。このツッコミも聞こえてないってことだよね。ただ このグラノーラいいところしかないんだけど、矯正をしてる人は気をつけた方がいい。器具が壊れそうになる。やばい、待って、やばいやばい、画面に戻らないといけない。なんか鼻がズルズルしてる。おはようございます。待って、鼻がズルズルする。なんで？とりあえずいっか。おはようございます。また後でね。こちらこそよろしくお願いします。気をつけて楽しんで。グラノーラに入ってるさ、かぼちゃの種好きなんだよね。うん。朝ごはん食べなよ。ちなみにさ、他のルアちゃんとかメイク配信してんのかな。だるまさんありがとうございます。メイク配信ってどうなの、どうなのって聞いてもみんなえって感じだろうけど。グラノーラさ、乾燥させたドライフルーツ、あの苦手とか得意とかあるだろうから選ぶの気をつけてね。うん、何気にメイク配信したことないよね。うん、だってグラノーラっていっぱいいろいろ入ってるじゃん。保育園生の時にさ、
グラノーラよく出てたんだけどさ、おやつに。なんかね、フルーツは苦手だった。かぼちゃの種しか好きじゃなかったうん、うんうん、おはよう。うん、食べてみて。なんかチョコのやつとかあるじゃん、絶対美味しいじゃんはい、リリーノです。おはようございます。ママに見られたら怒られるかな。なんとどんな姿で配信してるの。リリは素でいいじゃんってタイプ。ママはちょっともう一般人じゃないんだからってタイプ。はじめまして、はじめまして。うん、弟が今日誕生日でさ、一個年が増えたわけ。そういう弟たちとママは一緒にいてさ、なんか あ, ありがとうありがとう、喜んでるきっと伝えとくわなんかまあ中学生なんだけど、ギャップがあるらしくて、リリと弟で。だからこう、まあ、お姉ちゃんともそうなんだけど、なんかいやだってリリはこう両親とか家族が協力してこの環境を作ってくれたわけであって、こう自分の好きなことにもう正面からぶつかれるような環境を、まあ学校の方にも、学校のみんなにもそうだし、先生にもそうだし、家族にもそうだし、いろいろ協力してもらってこの環境を作ってもらってるから、一生懸命やらざるっていうか、やらなきゃいけない立場で、もう本当にやるしかないじゃんね。でだん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 慣れてきて、朝一人で起きる、仕事に間に合うように一人で起きる、レッスンに間に合うように起きて行くとか、そういうのをまだ最低限しかできてないけどやってる現状で、それをねママがなんか、いやリリって家大好き人間で家族大好き人間だったから、本当にずっと引っ越すの嫌だって言ってて、でも一人でこう生活が成り立ってるんだから本当にすごいと思うよみたいな、ママがこの間急に。おはようございます、タコありがとうございます。うん、学校だってリリー送り迎えしてもらってた人間なの、自転車とか乗らずに。ハートありがとうございます。だから急成長がすごいっていう意味でママが褒めてくれて、リリの中でも家を離れてからママも性格が変わったなってすごい思うの。もともとそうやってリリのことを気遣ってくれる人なんだけど、なんかより一層喜んでくれるし褒めてくれるし、でも確かに間違ってる時はそうじゃないんじゃないって言ってくれるし、本当になくればならない存在今ごめんみんな本当に本当に
なくてはならない。だから結構家離れた直後ってママと喧嘩ばっかりしてたの、電話でね。いやだからさ、もう毎日毎日もう目まぐるしく忙しくいろんなことが回ってくるじゃんね。それをいちいち伝えるっていう手間さえもリリはめんどくさがっちゃった時期があって、今日はこれがあったよ、これがあったで、なんとかなんとかだったっていうようなことを毎日言ってた人間が、それを一個一個説明するのがもうなんていうの、億劫になったっていうのなって、もういいよママに言ったって分かんないんだからみたいな風になっちゃった時期があって、本当に何ヶ月か前ね。その時は本当に自分に余裕がなかったなって思うし、まあその後ちゃんと絶対言い方間違えた、ママに分かるわけがないのは当然だし、それをリリが説明しなきゃいけないのも絶対に必要なことだったから、後からママごめんねっていうようなやり取りをしてたんだけど、そのねこれそのそれがなくなったの。今はママにはどういうものか分からないけど大変だったんだねとか、そういう声掛けをしてくれるから今って、結局ねリリが変わったわけじゃなくて、ママがこっちに合わせて変わってくれてるんだよね。うん、おはよう。自立できてるって言っていいのか分かんないけど、手紙ね、うん、いいよね。ママの誕生日これからで、毎年プレゼントはちゃんと渡してて、その時にしようかな。ママがこれ見てたら意味ないんだけどね。そうだね、ママ譲り。パパはね、パパは相変わらず自分からは連絡してこない。リリがママと話してるとパパがこうやってポロポロって言うの。そうするとママがパパがなんとかなんとかって言ってるよっていう、もうねもうパパはっきり言ってよ面白すぎるでしょ。忙しいのも分かってくれてるからパパが、でもまあママよりはっきり言うタイプかな、パパの方が。でも大体正論うん、そうで埼玉公演ね、あ、小判ありがとうございます。パパ見れてないのよ実は。そう見れてなくて、でまた今回も千秋楽はお姉ちゃんとママが来るんだけど、パパにも見せたいってリリが自分から言って、うん、自分のことを見てほしいっていうのもそうなんだけど、大好きなのねツアーの瀬戸利、個人的に。それをパパに見てほしくて、全部私この人たちと一緒に活動してるんだよっていうのを伝えたくて、そうだからあのパパに配信で見てもらおうと思って、 そしたら家族見れるじゃんみんな。ハートありがとうございます。
よし、メイクするぜ。すごいよね。いや誕生日だけどさ、弟が若くて若くて本当ありがとうございます。ちなみにね、弟の話をすると、リリと弟は正反対のタイプなのね。前にも話したかもなんだけど、リリは勉強の方が好きなタイプで、弟はもうめっちゃ運動神経がいいタイプ、何やらせてもできちゃうタイプなの。プレゼントあげるの？会えるタイミングがあればかな。タコさんありがとうございます。ちょっとメイク道具とかはいいよね、多分。みんな興味ないっしょ。でも勉強ができないの。リリのね、伝え方じゃね、大体わかんないらしくて、弟にとっては。リリの伝え方じゃ難しくて嫌だって言われる。悲しいよね。なんか不本意だけど振られるっていう。そう、あ、起きた、おはよう。十分早起きだよ、えらいえらい、おはよう。そう、私ね、弟はね、絶対にあの、これ姉バカ姉バカっていうのかな、姉バカかもなんだけど、あと9日誕生日、マジか。あのね、絶対弟ってモテるんよ完全なる姉バカなんだけど、こうなんか皆さんが私のね、顔面をこう褒めていただく機会が多いと思うんだけど、あ、星ありがとうございます、だるまありがとうございます、多いと思うんだけど、ちなみに弟、私的にはあの、弟は家族の中で、あ、じゃない、あの兄弟の中で一番顔が整ってるんですよ。うちの兄弟、新井家の兄弟の中で、6人の中でだよ。やばくない？マジで目が大きいのに顔がちっちゃい、鼻筋もスッと通ってる、なんか唇もちっちゃくて可愛くて、なんかもうダメだ、ブラコンみたいになってるリルちゃんが朝配信するって伝えといたら、お母さんが一生懸命起こしてくれ、あ、お母さんありがとう、えらい。でもそれで起きたのもえらいよ、十分えらい。メイクする、あれはメイクする小判とだるまさんありがとうございます。そうだ、鏡見ながらじゃないとね、絶対顔面じゃダメだよね。でも顔がすごくむくんでるんだよね。花束ありがとうございます、バラありがとうございます。コスメ紹介してほしいかも。オッケー。とりあえずまだあのスキンケアはね、配信前に済ませてて、あと日焼け止めだけもう塗ってあって、今は下地とベース、あのセットなんだけど、これ RMK のファンデーションとメイクアップベースです。これを混ぜて使ってる、私は肌に。番号は一番明るいやつかな、です。可愛くない？私このパッケージ大好きなんだよね。これは昨日新調した兄弟何人いる？私含めて6人です。この間メイクさ、いつもと違うメイクさんに、あらへん眉毛綺麗だよねって言われた。
そんなことないよ多分。やばい、ちょっとこれじゃ足りないかもしれない。だるまありがとうございます。顎をちょっと綺麗にしたいから皆さんギフトありがとうございます。 B アイドルさん持ってますか？ B アイドルさん持ってます。一応っていうか持ってるんだけど、シャドウとかではないかな。唯一持ってる B アイドルさんのはこれ、リップです。いつもだいたいこれ使ってる。だるまありがとうございます。 B アイドルさんめちゃくちゃいいですよね。シャドウも昨日使ってた。あ、そうこれ名前が好きな気まぐれブラウン。あ、届くの？京都の届くんだ。へえ、いいね。楽しみじゃん。楽しみじゃん。気まぐれブラウン、可愛いよね。なんかさっきよりも、まあいっか。もう過ぎたかも。え、それな、おっしゃんだよね。あの束縛レッドじゃなくて、なんか可愛いのもピンク系のさやつもさ、名前可愛くない？逆に何使ってんのみんな。ほぼ変わんないよね。なんかメイクしてもほぼ変わんないらしいんだよね。でも今日は誘惑？そんな感じかも。今日はあの可愛い衣装を着なきゃいけないからちょっといつもよりちゃんとメイクをしたい。いつもちゃんとしてるけど あとね、夜の配信時間6時半から7時と8時から9時半です。元がいいってことでありがとうございます。ママとパパに感謝。え、あんちゃんお揃い T シャツおっさんは洗顔だけです。いいんですよ、洗顔してあれば。ちゃんとあれね、保湿だよ洗顔の後保湿だよ。なんか眉毛濃いなリップじゃなかったリリバラのこと今リップって言った。バラありがとうございます。あ、そうなんだ。なんかさ、ボーダーって太って見えるってよく言うじゃんか。だから普段さ避けてるんだよ買うのも。でも可愛すぎて買ったよね。化粧水とかは何使ってる化粧水はね、私あれなの、ママが毎回送ってくれてるんだけど、市販で売ってないやつなんだよね。でもデパコスとかでもなくて、こうなんか栄養成分みたいな、なんか特別な何かあのピーリング効果のある化粧水と普通に保湿のクリームを塗ってるんだけど、なんかなんていうの、そういうあの美容室じゃなくて、髪の方の美容室じゃなくて、こうあの肌のこととかを分かんない、なんて言ったらいいんだろう。市販で売ってないやつです、とにかく。あ、エステサロンとかで買えるやつかな。うん、そうだ、多分ママがそれを言ってた気がする。なんかね、とにかくリリの肌がね汚いことをママが心配してね、いろいろね、これも試してみるとか言っていろいろ提案してくれてて。おはよう、おはようございます。
そう、ママの方がねリリの肌に対してね熱心なんだよね。ごめんねママありがとう そしたらその上からあれイニスフリーのパウダー、ああねえ事故った事故った、うん、もうしょうがない、そういう日もある、そういう日もある、そういう日もある、仕方がない、これに関してはそういう日もあります。大丈夫だよね多分、パウダーでよかった、はい、そういう日もあります切り替え切り替え何かやばいね、本当に鏡見ないとやばいかも。タコありがとうございます。ねえやめて、剥がれるとか言わないで、剥がれないからえ何やってんのって感じだね今、ごめんごめんみんな。パウダーは普段断然肌が荒れにくくなるからイニスフリーを使うんだけど、あれもおすすめです。RMK のルースパウダー、こっちもおすすめ。うわ、すごく反射している、すごく反射してるリンボースターありがとうございます。そしたらそしたら眉毛描く、やばい時間が、意外と時間がない。私は描き足すだけ。ベースは RMK で揃えてる、パウダーだけはイニスフリー普段使うけど、エチュードのパウダー、へえ、なんか色がなくてサラサラしてればいいやっていう人なんだよね結構ね。眉毛濃いよね、やっぱやっぱ濃いよね眉頭ぼかすべきかな。とりあえずそうベースは RMK、 私ファンデーション本当に加入するまで使ったことなくて、何をし何ならいいんだろうって思ったんだけど、何しても浮いちゃってたから、初めてちゃんと肌に馴染むファンデーションが RMK だったんだよね。だから今 RMK を信用して使ってる、ずっと。おはよう、おはよう顔面工事中ですって表現の仕方よ。ちょっと眉毛が濃すぎるからちょっとだけ眉マスして、多分眉マスしても変わんないんだろうな。多分今日着るメイドさんって茶髪の方が似合う系のメイドさんでさ、だからちょっと明るめにしていきたい。怒られた、なんでなんでなんで、誰に怒られたんだね。眉毛濃くなった、あー終わった、もういいや、あとで眉毛落としていいかな。でもさ正直さ、あーでもやっぱ濃いよな、眉毛気にしないでほしい。メイクし始めたの、ちゃんとメイクし始めたのは加入してからオーディション NCT のオーディションの時もノーメイクで行ってたから、あのそうそうそう、女子の化粧値見るとほーって思う、へえそうなの、そうなんだ、
やば、赤くなった。あの洗いはチーク濃いめです。血色がない人間なので。なのにさ、なんか涙が出る時とかさ、恥ずかしい時、緊張する時だけ赤くなる。赤面症なのかな。健康に見えてほしいから、チークはなんか結構広めにたくさん入れちゃう。でやばい、いつも何やってるか忘れちゃう。工程を忘れちゃう。あ、チークは普通にセザンヌのやつ。あ、もう番号すら見えないかった、見えないかった、忘れてました。チークこれ番号わかんない、本当に。なんだろうこれ、ローズ系の色かな。眉毛はキャンメイクの03番と、眉マスはケイトです。ケイトです。と涙袋、もうむくんでると涙袋消える民なので書きます。やだな、バレるの。書いてるんだおはよう。これはセザンヌの各二重アイライナー、影用グレージュです。やばい、終わらせたいから配信中にダッシュで駆け込む。よしあとあれが欠かさずにやるのはシェーディングです。おはようございます。あのさ、電気ヒーターのオレンジの光が当たってるのがバレる。鼻は多分横から見ると高い方なんだけど、横幅もあるからちゃんと影を描いておかないとただの大きい鼻になっちゃうから、なんかオレンジだなって。だよね、リリも思ってた。ちょっとシェーディングはしっかりしちゃう。あの目と目の間のところは細い筆なんだけど、鼻はあのこの大きい筆でそのままやっちゃう。鼻がでっかいんですよ。これもキャンメイクです。なんか忘れてたら教えて。もうすぐアイドルリリのなれますかね。まあ、あとちょっとプラスで影も描いとく。私っておでこ狭いんだけど、ほっぺの余白が多い人間、まあ肉が多いからそうなんだけど、多いから、そこを埋めるために下に幅を広げます。目の上じゃなくて。あ、そうこれから読むの。ごめんさっきまでさ、そう、あの急いでめっちゃやばいって思いながらいろいろ用意してて、ちょっと待って、くまちゃんやるから今日はちゃんとシャドウ上に塗ろうかな、軽く。これジルの01番のピンクとブラウンの中間地点を取って少しだけ塗りたい。やばい、鼻が変になってきたよ。OK、全部あの洗いリリノのメイクのコツは全部薄くです。ちなみに全部薄くしてください今回も少し長くなっちゃう。じゃあ楽しみに読むね。全部薄めでやってください。濃くやったら終わります。調整が大事です
それもさすがにこっちはもうちょっと、もうちょっと薄くする。前にリーナちゃんに嘘ついちゃう。なんだ嘘って。ハイライトです。これはメイク完成まで行きたかったんだけど、なんかちょっとまつげ時間かかるから無理そう。あと色々いろいろバレるね、メイク過程が。恥ずかしい。ベース命だね。シャドウ適当一瞬で終わったよ、さっきシャドウ。やっぱ足が痛くなってきた。あとね、これね、私がハイライト粉系が苦手で、ハイライトもう結局粉っぽいのが苦手なのね、肌が。だからリキッドのファンデーション使ったりするんだけどこれ RMK のコンシーラー、コンシーラーじゃない、コンシーラーも RMK なんだけど今使ってないから、グロースティック、これはハイライトが RMK、 これは薄い方のやつ、めっちゃいい。自然光が入ったみたいな感じになるかなです。あとファンデーション、それはよくて、あとまつげですね、まつげあげます。でももう時間がないらしいから、もうまつげやって終わりにする。よし、ここまでいけただけよかった。なんか顔大体出来上がってるのにさ、さすがにリップないとさ血色ないね。よし、 OK、こんな時間だからここまでにする。リップだけ塗ろうかな。ベースは好きなブランド、ちなみにどこで揃えてるの教えて。RMK で、RMK マジで肌に負担ないからおすすめ。カバー力がある、あの商品もあるんだけど、カバー力よりは肌のことを大事にするというか、私あの母がそういうスタンスだから、お母さんも RMK を使ってます。はいこんな感じ。全然メイク途中だったけど、あとまつげだけです。私のでもまつげはいつもなんか上がってるのを想像できるじゃん、からちょっと血色良くなったなって感じ。仲良しの店員さんがいるって理由でマリーカント、でもマリーカントのさデザインが好きなんだよね、マジでいいデザイン。スクショタイムしていいですか誰かさ、あの拡散してくれるかな、誰かしら。いや、しなくてもみんなの元へ届け。もうあのメイク途中だからピンしたままでいくね。 6年生ってしかも逆なんだよね。みんなスクショ5 4 3 2 1、ほっぺたつん。うん、オッケー。オッケーですかね。はなつん。へへ。
そんな感じです。はい、ありがとうございます。恥ずかしいね。なんかめっちゃナチュラルメイクの人みたい。いつもこんな感じなんだね。眉毛濃いな。よし、ちょっと前髪もさ、終わった後二度寝しちゃわないように激飛ばして、激飛ばして、どういうこと激飛ばして。おしゃべり会頑張ってね、ありがとうございます。頑張ります。マジで惚れ直しました。ありがとうございます。そしたらじゃあランキング読みます。今日初おしゃべり会いきます。本当ですか？オンラインは初ってことかな。ランキング読みますね。13位たけしさん、12位くすんだ猫さん、11位チーム G 大好きさん、10位豆腐山っちさん、9位隣のくるるさん、8位くるるさん、7位わたあめさん、8位きーちゃん、あ嘘ついた、7位ごめんごめん、6位きーちゃん、5位よしぞうさん、4位しゅうさん、3位きららさんしかかたんさん、2位あんばたさん、1位にしみのさん、ありがとうございます。言葉の劇、寝るな。寝るな、起きろ。なんか今日あれかな、自然光でやってるかな、かな、電気つけないで。それでは皆さん今日も一日頑張りましょう。夜配信は6時半から7時までと8時から9時半です。まあまたあの歌える曲があればカラオケ配信しようかなって感じです。それでは皆さん今日も一日頑張りましょう。じゃあバイバーイ。バイバーイ。